も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、ビートたけしさんの曲浅草キッド、こちらの曲をやってみようと思います。2019年の紅白歌合戦でも、素晴らしい歌声を、あのね、うまい下手とかじゃない、こう魂の感じが良かったと思うんですけど、この曲はですね、又吉さんの映画火花という映画で、菅田将暉さん、桐谷健太さんも歌われるということで話題の曲です。この曲をいつものように2バージョンでやります。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流簡単バージョン、後半はちょっとリズムのアレンジするだけでまたかっこよくなるんですよ。さあ、後半はかっこいいバージョンやります。2バージョンを最後までご覧になってください。さあ、ウクレレで音楽を始めましょう。皆さん、やるのがいいんですよ。音楽って聞くのもいいけど、ウクレレだったら簡単です。すぐできます。でもやってみたらわかる。奥もずっと深いんでずっと続けられますからね。夢中になれます。皆さん、ぜひ始めてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube 見てるだけでどんどんできるようになります。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけですぐできるようになりますよ。皆さん、じゃあ行きますよ。ここを行ってください。初心者レッスンはここをクリック、いってらっしゃい。そこにはガズが今まで取りためたあらゆる音楽が1000曲以上もすでにアップロードされております。 YouTube ですから、いつでもどこでもね、無料で楽しめるんで、どんどんやりましょう。さっきのリンク先のところに行くと、ジャンルボックスから選べたり曲検索できたりとか、いろいろ曲1000曲から探せますんで、どんどん自分で音楽やりましょう。それでは行ってみましょう。浅草キッドガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。2シンプル簡単バージョンやってみました。いいですね、この土直球で心にグッとくる感じ。
ぜひ皆さんやってみてください。今のはガゼレリンショートカットバージョンです。3番というような感じのところをカットしてるんですけど、ほぼね、前編が渡ってやってるんで、カットしたところもコード進行一緒ですから、フルでやりたい方は自分で書き出してください。で、動画のテロップと一緒になんとかできたという方も自分でノートに書いて、自分だけで演奏してみるのをおすすめするんで、その時の参考になるように書き出す参考として私のノートを見ていただきます。これイントロですね。で、これ、見てください。下にくるっと囲ってるメッセージ、これ後半やるかっこいいバージョンではこの弾き方やりますというような案内があるんですけど、まあちょっと、曲はね、もうほんとシンプルですよ。この 3行でこう曲が回るような感じになってますね。はい、これが1番なんですけど、一時停止してメモってもらうか、または、テロップをね、一時停止して書いてもらうのもいいんですけど、とにかく書くのはいいと思います。ぜひやってみてください。で、これ注意点があって、ここ見てください、ここ。2拍って書いてあるでしょ。ここはですね、普通ワンブロック4回弾くでしょ。C、C、Am、Am、ここだけ2拍だから、1個ずつです。じゃーん、じゃーん。これコードはだから、Dm、G7、1、2、3、4、1、2、3。ここが間奏になりますね。ここのところ2拍、テロップにも書いておきますけど、注意しておいてください。ここが、キーポイントですね。これが1番で、はい。ここ、2番はね、コード進行全く一緒です。歌詞が変わるだけですね。はい。3番というか、これラストですね。ラスト。これは4番ってことになると思うんですけども、一応ラストってことにします。これも、コード進行全く一緒で歌詞変わるだけなんですけど、これちょっと弾き方をかっこいいバージョンで変えていこうと思います。また後で解説しますけれども。で、最後にちょっと繰り返して、このワンフレーズ、1行がついたという感じです。こういうふうに伸ばしたりなんかして。はい。この辺はちょっと動画でちょっと感覚を、確かめてみてください。じゃあコードの解説。コード6個ですよ、皆さん。C と Am と F。Dm7Em7 という、これは超絶入門コードです。この6個のコードで、サクサキッとやってみました。このコードはこれです。いつも出てくるやつ。ガズレレ必須コード。必須コード、これ何でしょうか、ガズレレ必須コードって。コードっていうのはね、こうやって、ここで音が変わってるでしょ。これをね、覚えなきゃいけないんですけど、本当に星の数ほどあるんですよ。とてもじゃないけど無理だなと思うんですけれども、皆さん、ウクレレで音楽を始めようと思った皆さんは、このウクレレにとってめちゃくちゃ便利なコードのグループをまず最初に、最優先で覚えてください。そのウクレレにとってめちゃくちゃ便利なコードっていうのをガズレレ必須コードというふうに言っております。で、10個ぐらいあるんですよ。10個もあるのかと思うかもしれませんけど、1個ずつ見たら指1本のコードいっぱいあるんで簡単なんです。ただし、10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいるんで、私が以前めちゃくちゃわかりやすく解説してる動画をここに貼っておきます。この動画で10個のコードマスターしてください。簡単ですからね。初心者入門コード10個です。よろしくお願いします。今日はその中の6個のコードを使ったということでやってみてます。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説です。かっこいいバージョンは弾き方が変わります。2つの弾き方でやります。アルペジオと16ビートのチャでございます。アルペジオはですね、今日どこで出てくるかというと弾き方変えるんですけど、前奏から A メロにかけて、1番、前奏と A メロはアルペジオでやろうと思います。で、まあ、2番と言われるところを16ビートのチャ、ちょっとゆったりした16ビートのチャでやって、で、こっちの、ラストのところは、前半アルペジオ、後半16ビートのチャという感じで、2つの弾き方でやってみようと思います。アルペジオっていうのはこんな感じ。分散和音ってやつです、これ。こんな感じ。16ビートのチャっていうのは、シンコペーションがないやつですからね。はい。この二つの弾き方、このリンク先行ってみてください。このリンク先はですね、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からアルペジオと16ビートのチャというリズムを動画でマスターしてください。で、アルペジオは結構ね、比較的こう、いい感じでできると思うんですけど、16ビートのチャっていうのはなかなかちょっと難しいリズムでございまして、8ビートから8ビートのチャ、16ビートから16ビートのチャというように階段を登るようにこうマスターしていくようなリズムでございます。ちょっと難しかったら、全部アルペジオでも全然かっこいいと思いますので、いろんな弾き方で、ご自身のかっこいいなと思う弾き方でチャレンジしてみましょう。この浅草キッドという曲はですね、本当にこう、キメも何もなくストレートにドーンとこう、心に響かせるように歌うのがいいと思いますね。もう魂込めて、こう、情景を想像しながら歌い込んでみましょう。それでは浅草キッドビートたけしさん、かっこいいバージョンやってみる !1、2、3、4。Yeah.
かりの消えた浅草のこたつ一つのアパートで、同じ店色を初めて買って、同じ形の状態作り、同じ靴まで買う金はなく、いつもないのをネタにした、いつか売れると信じてた、客が2人の演芸場で、一人訪ねたアパートで、グラス傾け懐かしむ、そんな時代もあったねと、笑う背中が揺れている、夢は捨てたと言わないで、他に当てなき二人なのに、夢は捨てたと言わないで。他に道なき二人なのに。せいの。ビートたけしさんの浅草キッドガズレレレかっこいいバージョンやってみました。いやー、いいですね。これはやっぱりこう、チューハイを飲みながら歌いたくなるような、こう、ちょっとブルースですよね、やっぱね。日本のブルース。この情景を思い浮かびながら、こう、感情を音楽に乗っける。気持ちがいいでございます。ぜひ皆さんも思いっきり歌ってみましょう。ありがとうございます。さあ、2020年どんどんイベントが決まり始めてます。今、とりあえず公開できるのは2月16日、埼玉県川口。3月15日、茨城県水戸で、ガズレレイベント開催します。2つとも、島村楽器さんにお問い合わせいただきたいんですけども、これはね、相当ガズレレのイベント面白いってことになってますんで、音楽人生変わっちゃいます。はい。お一人様も大歓迎、お仲間同士ももちろん大歓迎。もう来ればわかる。どういうことなのか。ぜひ皆さん。お誘い合わせの上、ご覧になってください。ご覧になってください。じゃあ来てください。はい。で、あと、このちっちゃいガズの、わがままくれ。これもですね、今、もうちょっと変えると思うんですよね。この辺のこともね、全部ホームページに載ってますが、ガズレレホームページ、ガズレレ .com チェックしてください。ここにリンクも貼っておきますからね、すべてのことはこのガズレレホームページでご覧になっておいてくださいませ。あと、立東ミュージック社からベストセラーの本出しています。はい。これともう一冊って 2冊出てますけども、累計4万部に迫る大ヒット商品になっております。皆さん、ぜひご活用ください。楽しく音楽しよう。2020年もどんどん行きます。よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。Please.